心事已经控制不住了。すごい綺麗な PV ね。今回紹介するのも中国で発表される新しいゲームなんでしょ？一体どういうゲームなの？ところで PV が始まる前に表示されていたこの企業ロゴに見覚えない？ああ、それ私も思っていたのよ。確かに見覚えがあるのよね。どこで見たんだっけか？この会社ヨンシーという会社で、アズーレの開発会社の一つだよ。そっか、アズーレインで見るロゴだったか。アズレンはどっちかっていうと饅頭社が有名だけど、このヨンシーも開発に携わっているのね。今回紹介するゲームはアズレンの開発会社の一つ、ヨンシーが手掛ける新作真空の目という 3D アクションゲームになります。最近のスマホゲーム、高グラフィックの 3D が多くなったわね。まさか携帯電話でプレイステーションを超えるグラフィックのゲームを遊べるようになるとは。ほんの20年前はゲームボーイアドバンスとかだったもんね。携帯電話は着メロ時代か。技術の進歩はすごいわね。このままいけば仮想空間でゲームができるようになる時代もやってくるかも。ちなみにこのゲーム、深海の目の世界観は22世紀なんだけど、舞台はガイアシステムっていうデータ世界のようなんだよね。100年足らずでゲームボーイや着メロから飛躍的に進歩したよね。なるほど、やけに運動神経のいいお姉ちゃんが戦っていると思ったけどデータ世界だったのか。でもこの世界の人類はどういう経緯でデータ世界に移行したんだろう。リリース前の上、中国語だから私が調べきれてない可能性も高いけど、どうやら大きな災害があったみたいなんだよね。それをきっかけでガイアシステムを立ち上げ、仮想空間であるガイア空間は旧世界の22世紀を元としたデータとなってるみたい。へぇ、ドラえもんも涙目ね。このゲーム、何度かベータテストが実施されたけど、中国でようやく正式リリースするよ。アプリの予約も開始したけど、どうやら4月22日にリリース予定らしい。このゲーム、日本でも展開されるのかしら？見たところ、キャラのボイスも中国語で日本人声優は起用されていないようだけど。最近は中国人声優さんも増えてゲームで起用されるのをよく見るよ。ゲームによっては設定で中国語、日本語ボイスに切り替えることができるものもあるけど、そういうゲームを見ていたら日本での展開を視野に入れたゲームは多いなと感じます。まあ真空の目が日本で展開されるかどうかはわからないけどね。開発会社がアズレンの会社だから日本での展開を視野に入れてる可能性は高いけど、どうやら事前登録キャンペーンも展開されているようね。最高は200万人達成か。さすが日本とは桁が違うわね。この数字、中国の中でも低くはないハードルだと思うけどね。でも中国の2021年度ベスト 3D ゲームアワードの最優秀賞を獲得したらしいし、中国でも期待度の高いゲームになってるんだと思います。あまり詳しくないけど、そういうグランプリがあるのかな。まあ PV を見ただけでもかなり期待のできるゲームよね。まずは中国版を遊ぶのが楽しみだわ。ベータテストとして何度か公開されてるゲームなので、その時のキャラや戦闘シーンを紹介するよ。正式版では変更される可能性もあると思うけど、まあ雰囲気が伝わればいいかなと。綺麗な 3D グラフィックでキャラも再現されているわね。女の子キャラがメインだけど男性キャラもいるのね。コラボでも堅くなに女の子しか出さないアズールレインとはやはり違うわね。序盤だけど戦闘シーンは迫力があってかっこいいよね。ちなみに敵は死骸と呼ばれるモンスターらしい。一般人には認知できない空間で誕生し、人類文明を侵食しているらしい。このお姉ちゃんたちはそんなモンスターと戦っているわけね。地上をやられたガイアの世界でも人類は危機に瀕しているのね。大変だわ。不用你来夸我。
不会辱没了这份禁书。任务结束，还有事吗？今天可以要打起精神哦。我可已经不算小孩了。无剑即无念。漂亮的胜利，我表现还不错吧？というわけで今回は真空の目を紹介したよ。アズレンでもおなじみのある会社の手掛けるゲームだから日本でも注目される可能性はあるよね。まあ日本で展開されたらだけど、個人的には日本でも展開される可能性は高いと思うので気になった人はチェックしてね。言うまでもないと思うけど、アズレンとは全く違うゲームだし、日本で展開されるとしても運営が両スターになる保証もないけどね。ただキャラや戦闘シーンを見ているとゲーム自体の期待が大きいわね。世界観もしっかりしてそうで楽しみなんだけど、中国語だと理解できないんだよな。だから日本版で日本語訳を確認できる日を期待してるよ。まずは4月に中国版を遊んでみようと思うけど、今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。モチベーション、チャンネル登録お願いします。